1についてマイドンどうもマイドンです。あたかも今帰ってきましたよみたいな顔しますけど、一回部屋入って電気つけてカメラセットしてますからね、騙されないでください。ということで今日はですね、テストが終わった日の夜の過ごし方をお見せしたいと思います。今日はね、一日模試がありました。何が辛いってね、もうずっと座ってるからお尻と腰が痛いんです。最近体がバキバキです。帰ったらね、まずは推しの写真を拝みます。投げキッスしたら推しから拒絶されました。ごめんなさい、本当に。テストから帰ったらね、すぐご飯を食べます。今日はね、コンビニでお弁当を買いました。本当に全国の自炊してる人称えるわ、マジで。ちょっとさすがに作る気力はなかったです。というか最近全然作ってないです。そういえば皆さん、テスト前とかって食欲出るタイプですか？減る人も多いよね。私はね、前のテスト期間食べ過ぎて胃がぶち壊れました。ストレス溜まるとね、食欲爆発するタイプなんですよね。食べ過ぎても顔パーンなってましたね。はい、ということでですね、急に始まりました、テスト期間中何持ってってるの毎度の持ち物紹介コーナー。急に持ち物紹介したいと思います。プチ持ち物紹介。テストの日、毎度は何を持っていっているのかな。まずはね、いつも使っている筆箱ですよ。最近ね、ちょっと中身汚くなりすぎて整理したばっかり。あとは携帯ね。携帯がなかったらもう生きていけないです。私、携帯が手から5分ぐらい離れたとしてももう無理。あとはいつも使ってるクシとリップ。マジでテストの日はね、全然荷物ないんですよね。こんなバカでかいリュック持ってってるのに。で、あとはこんな感じの自分が分からなかったところだけをまとめたノートを持って行ってます。いや本当にこれぐらいなのよ。もう教科書なんて持って行ってたらさ、もう肩がぶち壊れるし、スーツケース全部持っていくことになるから、それはちょっとね、やばいので、本当にこれだけ。で、あとはね、時計を持って行ってます。まあ持って行ってますというか、つけて行ってます。私本当に目悪いから、学校のね、ちっちゃいって言ったらでかいねんけど、時計が本当に見えないんですよ、前に置いてある。こんなんしても見えへんねん。奇跡的に前の席になったとしてもこうやってずっとみたいな感じで見てるから、ちょっとカンニングに間違えられるんじゃないかと思って腕時計を持っていくようにしてます。こんな感じの時計です。ローズゴールドかな、この色は。私時計はもうずっとゴールド系って決めてて、こういうゴールド系のね、時計ってマジでどんな系統の服でも合うし、どんな色の服でも合うから、私はねすごい気に入ってつけております。でね、この時計実はただの時計じゃなくて、すっごいね素敵な秘密が隠された時計なんですよ、これ。なのでね、今日はちょっとねそれを紹介していきたいと思います。はい。でね、この時計ただの時計じゃないってどういうことって思うと思うんですけど、この時計を買うとね、3つの慈善事業のどれかに一部のお金を寄付することができるんですよ。そう、めちゃくちゃ素敵な時計じゃない。もう買った人も可愛い時計が届いてハッピーやし、買うことで遠くの誰か、遠くのね、知らない人ですけど、遠くの誰かもハッピーになるっていう、本当にね、素敵な時計なんですよ、これね。なかなかやっぱり普段寄付とかね、誰かのためになることってしたいと思っても自分から行動することってすごい難しいじゃないですか。どうやってやったらいいのかわからないっていう人多分たくさんいると思うんですよ。だからね、今私の動画を見てくれてる方で、なんかそういうことやってみたいけど手つけられてませんっていう人は、ぜひねこの時計をねちょっとチェックしてみてください。この時計ね、ストラップも付け替え可能なので、いろんなコーディネートを楽しむことができます。で、今ならね、クーポンコードマイドン35って入れてもらえると最大 35% オフになるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。自分の楽しい買い物プラス人の助けになることができるっていうのは本当にね、いいプロジェクトだなって思います。で、あと最後にね、このクッションを模試の時には持ってってます。模試って、薬学部の模試って
国家試験と同じスケジュールで2日間やるんやけど、もうねずっと朝の9時ぐらいから夕方の17時ぐらいまでもうずっと座りっぱなしやからね、とにかくお尻が痛いの、おケツが痛いんです。あのバットで50回ぐらい殴られたぐらい痛くなってしまうんですよ。だからね、あのもし今5年生とかでさ、あの模試の経験があんまりないよみたいな人で、あの学校の椅子が超硬いんですっていう人はね、クッション買った方がいいと思いますよ。はい、ということでこのクッション、この低反発のねクッションを持って行っております。はい、テスト後のね勉強のやる気は起きへんくせに、なんか意識高そうな生活したくなる気持ち分かる人いません？なんかちょっとねテスト後なぜかおしゃんな音楽かけてエモい感じで過ごしたくなるんですよね。なんかもう電気もつけたくなくてちょっと暗い感じで過ごすのがいいんですよね。ちなみにあの動画とかは見ずにもうずっと音楽流してるって感じです。私の自己採点をし始めましたね。あの現実逃避したくなる瞬間なんですけども、模試の日はね疲れてるので正直あんまり勉強しないです。自己採点して終わり。もう頑張ってやってる子もいるんですけどね、いるにはいるんですけど、私はちょっと明日から頑張ろう派です。まあ、次の日もちょっと疲れてあのずっと寝てたりするんですけど、あのちなみにね、あの成績は言わないんですけど、まあ、あのちょっと泣いましたね。本当に泣いました。今回の模試ふざけるなという感じでございます。ということでお風呂タイムです。ちょっとねバニラの匂いがする入浴剤を入れます。あのあんまりねちょっとバニラの香りってちょっと好き嫌い分かれるやんか。だからこういう時ぐらいしか、なんか使われへんから入浴剤とかで使ったりとかしてんねんけど、今日はね体がバキバキなんで長めに入ります。まあ、明日はね何にも予定はないんですけども、まあ普通に勉強ですよね。言わずもがな勉強ですよね。月曜日からもまた学校なんですけど、もうこの時点で休みたいです。無理。あの起きれる気もせんし、ゴロゴロずっとしてたいです。もうできることなら勉強したくないです。たまにあの朝用意までしてたのにあんまり学校行きたくなくて、あの渋る時あるからね。用意までしたのに。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。ということで頑張って勉強したいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。